日々のイライラが7000何ぼで解決するならいいのではと思いますよ。ここが、あ、はい、ね、ガチャンついてる、ね、そこで取れるのいいよね。ガチャンついてるんで、あの抱っこ紐とかで赤ちゃん、おんぶしてる時とかに、ママがなんかうーってなるイライラが全部解消される、ポイントが詰まってる。これもすごくええと思ったのが、はい、ここのポッケ開けます、はいはい、じゃーん、すごー、明日天気になれ。はい、皆さんお疲れ様です。今日はですね、視点チャンネルではちょっと珍しいベビー用品、今日ご紹介するのはママバッグをちょっと何種類かご紹介していこうかなと思います。はい、でやっぱり赤ちゃんのいるお母さんってすごい荷物がめっちゃ多いですよね。でなんか大変そうだなっていう感じがすごい見てて思うので、はいはい、今日はですね、そんなママさんがちょっとでも、自分はやったことがないけど、ないけどよくわからんけども、見た感じで、見た感じで大変そうだけども、はい、これを使えば楽になるんじゃないかなっていう商品がありますので、はい、紹介していこうかなと思います。はい、最初はこちら、じゃん、シャカシャカした感じ。あ、そうなんですよ、シャカシャカした感じで、ウェーブさんっていうメーカーさんの商品なんですけど、はい、コレコっていうシリーズのバッグになるんですよね。はい、でその中でもあのママさん寄りな、はい、ラインになるんですけど、はい、なんでママさん寄りかっちゅうと、はい、まずはですね、あの先ほど初っ端言った通り、はい、すごい荷物が多くて、多いです、もう見てるだけですごい重たそうだなっていう感じがするんですけど、うん、はい、このバッグはめっちゃ軽い、すごい大きいんですけど、はい、めっちゃ軽いんですよ。ナイロンでできてて、すごいバッグ自体が軽いので、はい、あの中身を入れても、なるほどなるほど、バッグの重さって結構くるんですよね、肩とかね、はいはいはい、でそもそものバッグ自体が軽いっていうのがすごく特徴になってます。なるほど、はい、そして大きい、大きい、はい、ので単純にいっぱい入るなっていうのが分かると思います。はい、でこう街もですね、なるほど、結構広いです。いいですね、はい、でそれだけじゃなくて、はい、外側、ここが、はい、ここと、はい、この牛、ここと、はいはいはい、こことここにもポッケがついてますよ。いいですね、でいっぱいポッケついてて、んで中が開けるとこうなってるんですけど、はい、なんかすごい仕切り、仕切りがね、いっぱいありますね。はい、大きいもの、はい、入れてもまだ全然余裕があるんですよね。街、はい、がいっぱいなので、はいはい、チャック付きの部屋もあります。すごい部屋数だね。そうなんですよ、なんせかんせすごい分けて入れれる、はいはいはい、ですよね。最初からこう仕切りがあることによっていっぱい入れてもごちゃごちゃ中でしないよっていう、はい、商品になってます。なんか普通にキャンプに良さそうな感じしてるよね。あ、それでも全然いいと思いますで、おすすめポイントなんですけど、はい、ここに何やらなんかこう蓋みたいなのがついてる、はいはい、ね、こういうコーナーが蓋みたいなのが、でこの蓋みたいなのをこの内側のボタンあるので、そこにパチパチしていきます。はい、そうするとこう中が見えなくなるんですよ。なるほどね。だからあんまりこう見せたくないものとかはこれで目隠しができるようになってます。あ、肩掛けもできるんですけど、はい、そうです、これもついてます、はいはい、ここにこうつけたりとか、うんうん、なんか本当にママさんだけじゃなくて荷物すごい多いんだよねっていう方もこれ買ってくださったりとかしてて、うん、はい、これはすごく便利ですね、はい、汚れにもね強そうな、そうですね。でこれも最強バッグなんですけど、はい、こちらのお値段が7689円となっております。はい、日々のイライラが7000何ぼで解決するならいいのではと思いますよ。次、こちら、じゃん、ママバッグ、それも、そうなんです。でさっきご紹介したのがこうショルダー型
なんですけど、なんかママバッグイコールこういうでっかいさっきみたいなショルダーみたいなイメージがあるんですけど、はいはいはい、これはママカルリュックという名前です。一見普通のリュックですね、はい、無地の感じで、でこれもすごい軽いです。何が普通のリュックと違うかと言いますとですね、はい、まずこの大きいところから見ていきましょう、はいはい、中がこうなってます。おー、んでなんかこのメッシュポケットもついてます、はい、でなんか物がバラバラなんないようにここ、はい、ちゃんとなんちゅうんですか、ガチャンがついてますね。ガチャンがついてて、ほんで逆側、はい、もうこうポケットが2個ついてて、はいはい、底の部分ポケットの底がここなので、なんかこうグンって下までいかないっていうのが結構いいですね。鍵がねえ問題、うん、もこれがドア伸びるついてるので、なるほど、カラビナもついてますね。おここ、はい、ここにチャックがあります。おここもこう一つの部屋になってますね。隠しておきます。次外側に行きましょう、はい、外側はここにまず、はい、こうポッケがあります、はい、ここにこのポッケがですね、普通だったら1個のポッケなんですけど、はい、ここ仕切りついてるんですよ。あ、そこにもだからなんかこういろいろ分けて入れれるっていうのがすごくいいですね、はい、で、横側にもこういうポケットがついてて、はいはいはい、ここがゴムなので結構伸びる、はい、なんかポケットの中にフックかなんか、そうなんですよ、ここにもこうフックがついております。ね、次、裏側じゃん、なんかすごくないですか、普通のリュックとはちょっと違う。とりあえずチャックが3つほど、うんうん、1、2、3とあります。で、横についてるのを開くと、あの大きい部屋、さっき見た大きい部屋に行けるパターン、はい、で、これはまあ結構普通のリュックでもある機能で、はい、横からこう開いてお財布とかすぐ出せる仕様になってるんですけど、はいはいはい、こっちのチャック、これは一体何なのかと思いますよね、はい、で、こうちょっと開いてみましょう。そしたらここはさっきと違う部屋なんですよ。なるほどね、また違う部屋にたどり着く、あ、魔法の扉になってて、だからいろいろ本当に分けて入れれるんですよね。で、これ私一番感動したんですけど、はい、ここの一番下、はい、こんななんかこんな底に何のチャックって思うじゃないですか、はいはいはい、で、これを開けたらですね、なんとこれまた別の部屋なんですけど、隠し部屋みたいな、そうです、隠し、ね、部屋がついてて、しかも防水になってるんですよ。あ、ここが、あ、すごい、すごいですよね、これすごい考えられてませんか、ね、なんか犬の散歩とかも良さそうだね。あ、すごいいいですね、あとこっち、これがついてるんで、はい、カートとかにパンって開けれる、なるほど、ここが、うん、あ、はい、ね、ガチャンついてる、ね、そこで取れるのいいよね、ガチャンついてるんで、あの抱っこ紐とかで赤ちゃん、うん、おんぶしてる時とかに、うん、これでシャッとこう前に持ってこれるっていうんですか、ね、そうです、ね、こうだからその上からなんかこうやっててもリュック取りやすい、あ、そうです、そうです、っていうのもすごい機能的で、もうなんかママがなんかうーんってなるイライラが全部解消される、ポイントが詰まってる、なんと撥水加工が施されています、防臭機能もあります、大事だよね、はい、ママバッグは、なんか別にママじゃなくてもすごい欲しいなって思っちゃう、ね、こんなに機能いっぱいあるなら、本当だね、普段使いでも全然すっごい便利だと思うんですよ ね、はい、こちらのリュック、はい、気になるお値段ですか、はい、5,830円、ちょっとお手頃感ありますよ、ですよね、全然普通のリュック買うのと変わらないぐらいな感じで、はい、このクオリティなんで、これすごくおすすめです。こちら、へー、で、ママバッグ、ママバッグです、ちょこっと
外出かける時とかに、はいはい、わざわざあの大きいものを持って行きたくないじゃないですか、はいはいはい、ちょっとそこまで、はい、ピッと、はい、赤ちゃんと行く、はい、他の時にめっちゃ役立つ、はい、これがママカルショルダーっていう名前になるんですけど、はい、なんか一見変哲のないショルダーバッグですね、はい、でこれをまず大きいとこ開けてみます、はい、じゃん、はい、でこれは普通にチャック付きのポケットがあって、うん、まあ悪いけど普通ですよこの後ろにもチャックがついてて、はいはい、ここ開けるとまたさらに別の部屋が生まれます。はいはいはい、まあまあ普通ですよ。普通ですよ、はい、で、ここはこうボタン付きの部屋がついてますね、はいはいはい、で、これだけでも全然なんか普段使いには良さそうだなと思うんですけど、はい、私これもすごくええと思ったのが、はい、ここのポッケ開けます、はいはい、じゃーん、これなんか本当にちっちゃいお財布見たくなってて、お財布みたいにこうすごい部屋があるんですよ、いっぱい。そしてここにカードを入れれる部屋もついてて、細かいやつ、はいはい、なのでこれ病院行く時とかすごいいいなと思って。いや、すごいですね、うん、あの母子手帳、一緒に入れたりとか、なんか通帳とかも入るし、はいはいはい、ここすごくないですか、この部屋すごくないですか、すごい、オチがないんじゃないかと、うん、めっちゃ終盤だったんだけど、よかったこれすごいですよね、すごいすごいすごい、ここの黒いやつ、はい、これはあのボールペン止めれるんですよ、ここに刺して、これも、撥水加工と、はい、あと防臭がついていて、はい、こちらのお値段ですね、はい、これが3520円。うわ、それは安いね。安いですよね。5000円ぐらいはしそうだよね。ママさんじゃなくても使えるバッグなんですけど、でもママさんが使えば最強な。そうですね、はい、ちょっと旅行とかも良さそうですよね。めっちゃいいと思います。はい、ちょっとこう荷物が多いとか、はい、なんかもう整理整頓がなかなか苦手ですっていう方にもおすすめな、はい、はい、今日はですねママバッグご紹介しました、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。